愛しい、愛しいのだ。つむぎちゃん、君のことが、どうしても欲しいのだ。僕は同じクラスのカスカベつむぎちゃんに恋をしていた。彼女を初めて見たその日から、僕は彼女の美しさに完全に心を奪われてしまった。胸の奥が焼けるように痛い。他の女がすべて目に入らない。つむぎちゃん、つむぎちゃん、つむぎちゃん。その美しい曲線に後ろからしゃぶりつきたい。欲望のままに腰を力いっぱい打ちつけたい。でも、それは叶わない。なぜならば、絶世の美女であるつむぎちゃんに対して、僕は学校で一番のチビで、キモい男だからだ。僕のこの思いは、一生かかっても絶対に叶うことがない。僕が僕として、この姿で生きている限り、絶対に、絶対に、耐え難い絶望。僕はある日を境に、一切の食事を拒絶するようになった。そしてただひたすらに、彼女を欲望し、一日中カミソリで自分の体を切り刻み続けた。彼女と結ばれたい。彼女をどうしても自分のものにしたい。愛しい、愛しい。つむぎちゃんが欲しい、あの美しい女性のすべてが欲しい。そうして5日目の夜、僕は死んだのだ。ふっ、今日はずいぶん遅くなっちゃったな。もう真っ暗だよ。さっさと帰ってお風呂に入ろっと。テクテク、テクテク。あれ、今、何かが通り過ぎたような。多分、野良猫かな？テクテク、テクテク、テクテク、テクテク。なんだろう、誰かに見られている気がする。うばばば。キャー。猫、じゃない、何か赤いもの。人間？血まみれの？おえ、マジでキモかった。早く帰ろ。スタ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 。ただいま。は、は、は。怖かった。何だったんだろう。あれ。つむぎちゃん。キャー。あなた、何？もしかして、同じクラスだった、ずんだもんくん。でも、ずんだもんくんはこの前亡くなったって、先生が。その通りなのだ。僕は死んだのだ。そして僕は、鬼になって帰ってきたのだ。つむぎちゃんに対する激しい欲望が、執念が、僕を鬼に変えたのだ。さあ、僕と一緒に来るのだ。いやあ、化け物、やめて、こっちに来ないで。お母さん、お父さん、助けて。いやあ、鬼となった僕は、つむぎちゃんの、みずみずしく弾力のある肉体に、大蛇のように絡みつき、永遠の時、永遠の空間へ引きずり込んでいったのだ。鬼の勢力は無限大、無尽蔵なのだ。二人だけの美しい世界で、僕はつむぎちゃんを、いつまでも、いつまでも愛し続けるのだ。